今回はですね、こちらの金色モザイクメモリーズですね、こちらのバレンタインステージのイベントステージですね、こちらのベリーハードをやっていきたいと思います。結構難しいですね。こちらはですね、なんか難易度調整入ったんでしょうかね、結構つながりなんかも良くなったんで、こちらをやっていきたいと思います。フレンドさんのレベルなんかも結構高めでやっていくと攻略しやすいです。で、こちらのパーティーもですね、できるだけレベルを最上位ですね、高めにやっていくといいかもしれないです。ではやっていきましょう。ベリーハードですね。こちらは攻略要素っていうよりもつなげてひたすらやる感じですね。ね、こういう感じでやっていくと、もう結構慣れちゃうと簡単につながるようになってきますね。そうですね。で、初めてやる方なんかこういう縦のラインをやっていくといいですね。こんな感じに一掃できちゃいます。まあ、結構何回かやってると事故なんかも多いんで、シノの回復なんかを連れていくといいかもしれないですね。結構危なっかしい時もあるんですよね、揃わなかったり。てな感じですね。見事、あ、チョコレートは1個しか落ちなかったですね。こういう感じにレベル上げは結構やっぱり重点的にやった方がいいかもしれないですね。ベリーハードをクリアするには、重点的にレベルを上げていくことをおすすめします。